吉田さん、GTR の修理代結構かかりますね。私もね、ナイト2000持って初めて車の費用を意識することになりました。今までも、ずっとね、セルシオ乗ってたんで、セルシオもそこそこね、経費かかるんですよ。毎月10万ぐらい、何やかやでね、保険とかガソリン代とか駐車場代とか、毎月10万かかってたんですけども、まあ、それ以上ですね、あの、家のローンが払えるぐらい毎月払ってますね。あの、特に、 ガソリン代と保険っていうのは高くって、私は車両保険も結構いいのに入ってるんで、この車両保険だけでもベンツのローンが組めるんじゃないかというね。<laughs> まあでもね、本当に、えー、何かをこ、これを所有できるようになった自分をちょっと褒めてあげたいなっていうのと、改めて多くの方に感謝したいなと思います。で、あのー、お金がね、できる人とできない人の差っていうのは私はもう完全に媒体があるかないかだと思うんですよ。 で、フリーランスとか一人企業とか一人法人っていうのは、形は誰でも作れるんですけども、肝心なのは、一人で商品作れるかなっていう力と、商品力と、一人でね、あのー、集客できるかなっていう媒体力と、そして、一人で売り込むことができるかなっていうふうなね、セールス力。この三つだと思ってます。この三つ以外はほとんど必要ないと思います。そして多くの方がね、媒体力をやっぱり養ってないんですよ。だから広告出してみたりとか、 あなんかね有名人に紹介してもらえないかなって思ったりとかあとは外注に出しちゃったりするんですよねあの自分のおなんか商品とか会社とか自分自身が検索されるような有名人になるってことは必要だと思うんですよで有名人になる方法としてこの分野では自分が一番っていうようなねものを見つけていった方がいいかなと私は思ってますよねもしくはあ普遍的な世の中の中 オピニオンに対して独特な解釈を持っているかどうかってことですよねうん、私もそうなんですけども私の動画っていうのはそんなにね、何万人もの方が見てないと思うんですけども独特な解釈をすることが多いんですよね例えばバブルっていうものに関してどういうふうな概念を私はずっと発信するかしてるかっていうとバブルっていうのはたくさんの人がお金を失う時代のことというふうに定義してるんですよね こういうふうに思う方ってあまりないと思うんですよ。バブルっていうのは儲かりそうな時代っていうふうに思うんですよ。違うんですよ。儲かるのはバブルを作り出した人なんですよ。で、バブルを作り出した人が儲けるために多くの人からお金を吸い上げる仕組みができたんですよね。それがバブルなんですよ。ということで、暗号通貨バブル、ICO バブルっていうのがあるんで、それに組みしているのがアフィリエイターだったってことなんですよ。私はアフィリエイトを通じて、これがよく分かったと。で、同時にアフィリエイトを上り詰めて一定の地位に行くと、 ネットワークビジネスなんて簡単すぎるからい人が集まるお金が集まるってことも分かりましたそしてその仕組みを使うことによって YouTube っていうのもねかなり有利になるってことなんですよ、まあ、ですんで集客って分野でトップになるためにはアフィリエーターをやった方がいいかなとは思ってるんですけどもただ儲けるためにアフィリエーターをやるんじゃなくて基礎訓練ですよねジョギングですアフィリエートをやるってのはジョギングをするようなもんなんですよジョギングがいくら上手になっても野球は上手になりませんね基礎体力がつくだけ でも基礎体力をつけるため、媒体っていう基礎体力をつけるためには、これが必要なんですよ。それを怠って、いい商品、要するに、いいバットだけ、いいボールだけ、いいグローブだけ買っても上手にはならないんですよ。そして最後、セールスですよね。これがいいですよ、と。これを買ってください、と。私に打たしてください、と。私に投げさせてください、っていうのね。一歩前に出る勇気っていうのが必要なんじゃないかなと思います。はい、そんな形でね、えー、フリーランスという方は結構いらっしゃったりとか、一人企業やってる方がいますけども、なんで儲からないのか。ね。 媒体がないんでですすこれがが圧倒的です媒体がある人ない人すごい差が出ます媒体ができると他の人を紹介してあげることもできるんですよそれが広告じゃないですかここにね早く気づいて自分は人見知りなんですとかね人,は人をねあの紹介するの苦手なんですっていう人は永遠にお金持ちになれないと思った方がいいかなと思いますよね、うん、それでしたら10人でもいいから自分のグラウンドを持ってみるとかね自分のマーケットを持ってみる 自分のことを検索してでも探してくれるような人を世の中に世界に10人ぐらいは据えておくってところから始めた方がいいんじゃないかなと思います。それでは失礼します。